私たちの治癒で戦局を覆しましょう。まずは本陣周囲の敵を掃討してください。この戦、孫悟の明日も俺自身の道を開く。主義法行くぞ。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。周囲は確保できましたね。主膳殿は家計部隊を率い北へ進軍を。両毛殿と周隊殿は陽動をお願いします。南の砦を攻め敵を引きつけてください。もう一回レッカ、お前に言われなくても分かってるぞ。家計で敵を一掃。胸が躍るな。俺たち家計部隊は策の要だ。絶対に部隊を作戦地点へ導いてみせる。まずい。
兵部隊のみんなと分断された。落ち着け。よし、まずは敵を倒して合流だ。撃ち取った。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。灰になれ。敵を凍らせ。こちらの陣に五軍が侵入したようです。警戒しつつ増援を要請しましょう。グレーマフォローよ。これで勝ったと思うなよ。グレーマフォローよ。誰も助けに来なかったら終わりだな。この戦車部隊行動開始。東西より敵を攻撃する。勝負。兵器を持ち出してきた。俺の家計は絶対に邪魔させないぞ。ならばこの月へ一切の容赦はしません。自分の未熟さを思い知りました。さらに研鑽を積まなくては。これ以上は持たぬか。私の策を乱しかねえ。先に始末しておくべきか。着火完了。私は縁の商品です。せいだ。父の敵を取る。容赦なし。和平地点まであと少しだ。
瞬間、もうすぐみんなで味わうぞ。最高だ。いつもながらお見事な部位。策は出番もありません。よし、着いたぞ。俺たちの炎でソンゴの明日を照らすんだ。火だ。ごめん、こっちのど真ん中で確認しやがった。この炎が、炎の恩義を守らねば。グリンの炎よ。私は炎の援護に向かう。グリンの炎よ。このままでは危険です。急ぐ、脱出地点までお下がりください。私の月光が招いたものか。分かった、諸葛亮、お前の言葉に従おうか。よし、俺らも行こうぜ。みんなを助けてやらないとな。逃がしてはなりません。撤退する諸軍を追撃し、劉備を撃ちます。ジャッカ完了。グレンの炎よ。この長宝が相手だ。覚悟決めろよな。この地、踏みにじらせはしない。よくやった。お前の地位、日々磨かれているな。突出すればどうなるか身をもって知るがいい。ここは軍神の娘が守るから、多分大丈夫だと思う。軍神、関羽の娘、関銀平です。父上と兄上の敵、取らせてください。敵か。悪いが、全力で突破する。恨みつらみはちゃんと燃やしてやるからな。この地、私は守り抜いてみせる。倍になれ。私は素晴らしき仲間に囲まれている。ただ一人でたけるお前に負けはしない。